求める時代です。そんな中、ノアの切り込み隊長を務めたのが秋山純と言っていいでしょう。デビュー9年目にして初めて巻いたシングルのベルト、追う立場から追われる立場になった今、外だけではなく中にも敵が増えました。今宵は下克上を抱える力王が相手です。9日には最強の挑戦者ベンガー相手の防衛戦も決まっているだけに、ここでつまずくわけにはいきません。さあスタートからニヤムニヤム両者、ダブルたけしの一人森島はゴングが鳴る前に先ほど突っかかっていきましたが、ここは力王はゴングを待ちます。力行け、今ゴングが鳴りました。30分の一本勝負、シングルマッチ秋山対力王の試合です。放送の解説は桃田美蔵さんです。桃田さん、はい、力王にとっては願ってもないチャンスが貴重な対決やってきましたね。まあこれでいい試合、はい、まあ、勝ち負けは度外視してですね、はい、プロレスラーに一番とって大事なのは素晴らしい選手と対戦することなんですよ。それが全て自分に身になって帰ってくるんですよね。この経験を要するにシングルで要するに、まあ、ノアのトップの選手とやるということはですね、もう最高のいい経験になると思います。はい、現在 GHC ヘビー級のチャンピオン、まさに GHC の横綱がこの秋山です。さあしかしハリテの応酬だ、ハリテの応酬だ、さあ両者倒れない、ハリテの応酬、ハリテの応酬、両者倒れない、あーしかし両者意地と意地が全く真っ黒持ってぶつかり合っている。さあ連打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 、そして自らロープ飛んでる、そこでもんだれ寄った、秋山たまらずリングの外、そして放送席の前、力王自ら降りてきて場外戦を仕掛けるか。さあ鉄柵に逆にフラッグ、力王しかしショルダーアタックルでお返しだ。激しいですね。そうですね、力王としてはこの戦い方でいいですね。いや当然これは力王選手のペースだとは思いますね、うん、自分の持ってるものを十分に出してると思います。真っ向勝負を挑んでいます力王隆。今秋山をリンゴに戻して、しかしここは、ここは逆に秋山落ち着いてますね。やっぱりそれはチャンピオンですね、試合のペース、それからその雰囲気をうまく感じ取ってますよね。このまますんなりスッと入っていくと相手のペースにまるっきり入ってしまいます、ね、なるほど、秋山にも今の力王ということで聞いてみますと、うまくなってきたし本当に見ていて余裕を感じる時がある。そうですね、ただもちろん今日はそんな余裕は与えない、その余裕が時に力王を前に行かせない時がある。あ、まあ、それはそんな話をしておりました。 あると思いますね、はい、しかし今日の力王真っ向真正面から向かってますね。まあそれがですね、力王選手にとってもう成長する一番の方法だと思いますね、うん、真っ向にぶつかっていかないとやっぱりその変に細かい技に頼ったりなんだかんだするよりは自分の体全身を使ってですね、真っ向勝負していって、それでどんだけの成果が上げられるか、それが自分の自信につながりますんでね。そうですね、さあ真正面から力と力のぶつかり合い、力王本人も191センチ、130キロ、この体を生かすには真っ向勝負を今日は挑みます、気持ちでは絶対負けませんと話していました。さあ力比べ、体重差、秋山が110キロ、力王が130キロ、20キロ差、しかし秋山も決して負けてない。徐々に徐々に力王がそのパワーを全開にしてくるか。秋山負けんな、場外からも秋山負けるなど声。2人のシングルでの対決は2000年、 11.9 力王5番勝負、そして今年 4.4 GHC ヘビー級トーナメント、この2回戦っています。2回とも秋山が勝利しています。3度目の正直となる今回、もう何とかしないといけませんと力王本人も話していました。さあループを背にしていますのが力王です。エルボースマッシュ、さあここはしっかり秋山がお返ししていく。さあこの張り手、
力雄の張り手、秋山も倒れない。さあそして2位リフト、ロフに振ってジャンプ、いやー素晴らしいタイミングですね。完璧に決まりました。ここはやはり先輩の位置、チャンピオンの位置があります。そうですね、まあ、ここで引くわけにはいかないっていう部分も当然あると思いますね、チャンピオンは。さあそしてリングの中央スリーパーホールドがっちりと決まっています。先ほど下克上コンビ、いつもタッグパートナーを組む森島、高山にスリーパーホールド2分13秒まさに秒殺されました。その二の前になってはいけないが、リングの中央完全に決まっている力雄の悲鳴が北の大地に響き渡る。さあ完全に決まってますね。これね、スリッパーなんですけど、スリッパーに要するにひねり入れてますんでね、まあ、フェイスロックに近いような状況で体入れてるんですよね。力雄の首が曲がっています。苦悶の表情、これはきついですよ、ね、さあこれはどうだ。このままで決まる状況もありえますか、ね、ありえますか。ちょっと注目しましょう、はい、さあ完全に決まっています。両方まではまだ距離がある。スリーパーホールドにひねりを加えた。完全に決まっている。まだ力雄動けない。これ力雄選手首に完全に体重が秋山選手に対して、ね、さあ頭に行く、カウント2で返す。いやーこれはよく返しましたね。きついですねこれはね。さあそして首4の字固め、徹底して締め技にこだわります。スタミナの消耗というのもこの辺激しくなってくるんでしょうね。まあ当然秋山の選手からすれば、要するに力雄選手のどうやってスタミナをロスさせるか、で自分のペースに持っていくっていう形を取ってるんだろうと思うんですけどね。それはやっぱりチャンピオンのこのなんていうんですかね、うまさっていうかね、そういう感じしますね。そうですね。さあリングの中央完全に決まっている。首4の字固め、まだロープまでは距離がある力雄武志、悲願の秋山越えを目指します。リングとリングの中と外で常に挑発を繰り返してきました。GHC タッグ王座トーナメントでは森島と組んでまさかの1回戦、目標の秋山との対決の前に涙を飲みました。今宵を待ちに待っていたはず。さあその気合が通じたか、サードロープに左足がかかりました。ロープブレイク、力雄もここが踏ん張りどころですね。そうですね、まあ、こういうところで踏ん張れること自体が彼にとって自信につながりますんでね。さあここはデビューが2000年5月の28日、まださほど長いキャリアというわけではありません。ここは秋山相手に自分に自信をつける上でも正々堂々真っ向勝負を挑んでほしい。さあそしてジャンピング2が待っていた。鉄柵が大きく揺れます。ばったりと倒れます。余裕の表情チャンピオン。やっぱりチャンピオンは力雄選手 そのウィークポイントとか、それからまあ、動きがよく見えてるっていうかね、そういう感じしますよね今のところで。そうですね、ただ力雄選手も体がありますんでね、はい、一発綺麗なのを的確にやると形勢逆転する可能性も十分にありますんで、油断はできないとは思いますよね。さあその力雄まだ立ち上がるスタミナは残っている。そして秋山ロープに振り返して、あしかしハイキックが待っていた。そしてここは抱え上げて、さあ抱え上げた力雄、さあ抱え上げたブレンバスターか。ここは秋山がここは上がる。これはきついですね。決まったネックロック決まった。さあここは完全に締め上げる。決まってますね。決まってますね。これ長田ロックが決まっています。さあここは長田ロックまだ外れない、まだ外れない。ロープまだ距離がある。まだ距離がある。懸命に歯を食いしばる力雄。
ようやくラウトブレイク。いやこれはきついですね、力雄選手。スタミナはこういった締め技完全に奪われていくでしょうから、やっぱりね、あのスタミナがどん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 なくなってくるとですね、自分の体がうまいこと動かなくなりますんでね。さあジャンピングに、そしてエクストライル、さあどうなるか、仲間に行く、カウンター2で返す、いけ、いけ、頑張れ。さあそして秋山がニュートラルコーナートップに上りますが、ここは力雄立ち上がる。さあここはどうするか、雪崩式のブレンバスターか。さあここは力雄が投げる、秋山が耐える、あ秋山逆 に, 逆に、さあこれは危険だ、投げられたら危険だ、力と力がぶつかり合うニュートラルコーナー。さあここは両者踏ん張る、綱渡りに勝ったのは力雄、流れ式ブレンバスター。いやーやっぱり危なかったですね今。カウント2で返します。よく力雄選手決めましたよね今。さすがにクボンの表情、しかしまだ立ち上がります力雄たけし。ニュートラルコーナーに送ってから全体重を破ります、130キロ、そしてラリアート2連発、3連発、今度は秋山の動きが止まった、太い太い腕が秋山の腕に突き刺さる。相撲時代は前頭4枚目 GHC の横綱相手に金星なるか。のど輪落としカバーに行った、カウント2で返します。だけど力雄選手よく踏ん張って頑張ってますよね。そうですね、この攻撃が自信につながりますんでね。さあここは力雄本人絶対にまだ諦めていない、あここは投げ返されてしまった。思い起こせば 4.4 の時も高角度のパワーボム見せてくれた力雄でしたが、逆に振られて受け身が取りづらい状況で、チャンピオンも結構秋山選手もかなりきついと思いますよ。秋山は大の字ダブルロックのような状態、先に立ち上がるのはどちらだ。さあ両者ほとんど同時に立ち上がりました。ハイキック、いい攻めですね。もう力雄のペースになってきました、この時間帯。もう一度いくわ、パワー投げ捨て。いや今ね一瞬上がった時に、パンチかチョップかなんかをリリックスでやりましたね今。カットしていましたか、まだこの辺の意識はあるか。さあバンストローが投げた、さあどうだ、さあカバーに行く、カウント2.8、さあフロントでクラック、フロントでクラック、リングの中央完全に決まっています、フロントでクロック、 4.4 の時もフロントでクロックだ。さああの時の目の前がこの北の大地でも再現されてしまうのか。場内の声援に渡されて、さあエクスプレイター、これは決まったか、
決まったように見えたんですけどね。そうですね、さあチャンピオンが完璧に決まった。さあこれは大の字、これは決まったか。まだまだ頑張ります力雄。エクスプライダー、これはどうだ。万事休すか。カウント3つ。最後はやはりエクスプライダー、チャンピオンの意地を見せました。GHC のヘビー級チャンピオンの意地がやはりグリーンのマットの上で炸裂しました。力雄秋山越えならず、北の大地で金星ならず。しかし力雄選手もよく頑張りました。いや素晴らしい攻撃。